ラプンツェルがね、この草の上をね、嬉しくて駆き回るイメージってね、まあ、わからんでもない。メインのカツレツが届きました。荒くれ者たちのワイルドさを感じる一品とのことですね。僕は牛肉のカツレツはもう、ウスターソース一択なんですけど、これはありだね。ちょっと面白い味がします。はい、夢です。こんにちは、どうも。今日僕はこちら、東京ディズニーシーのカナレットに来てます。今、東京ディズニーシーはですね、フード&ワインフェスティバルってことで、このね、ディズニーのテーマポートをね、こうテーマにしたこの食のフェスティバル、祭典やってるんですけども、こちらのね、リストランテカナレットはですね、こちらね、シェフズイマジネーションスペシャルセットっていうのを今提供してまして、要はですね、テーブルサービスのレストランをですね、ディズニー映画、特にね、ファンタジースプリングスをテーマにしたこの、ね、今メニューを提供してるんですよね。で、このカナレットはですね、ラプンツェルイメージですね。ラプンツェルの森をイメージしたメニューっていうのが提供されています。こちら、シェフズイマジネーションスペシャルセットですね。はい、こちら予約を取れてますので、今日食べに来ました。じゃあ、それでは行ってきます。はい、こちらのですね、東京ディズニーシーフード&ワインフェスティバルっていうことで、スペシャルパスタセットとスペシャルセットあるんですけども、はい、あえてこちらのね、スペシャルセットを今日は食べてみたいと思います。行ってきます。はい、テーブル通されましたよ。やっぱりメニューはまだ聞かることですね。やっぱ紙のメニューは未だ復活しません。じゃあ読み取ります。はい、こちらメニュー読み取りました。シェフズイマジネーションスペシャルセットですね。はい、5800円です。で、4皿ですね。前菜がアイガモとモッツァレラと雑穀のサラダかな、プロシュートゾエット、まあ、要はサラダね。で、同じく前菜がトレッチェ。トレッチェって何？パスタか。はい、こちら今ググりました。トレッチェっていうのはマカロニみたいな ねじれたような、はい、あのパスタですね。で、メインのお肉が牛肉のカツレツですね。グラッパのアグロドルチェソース。アグロドルチェがわからん。ナッツ入りで、さらにマッシュルームのファルスとカブと紫芋のリゾット添え、まあ、要はリゾット添えってことですね。で、こちらデザートが、カシスホイップクリームとパイナップルのマリネとガトー仕立てアボンビリと、これがミーユエっぽいですね。はい、じゃあこちらオーダーします。あ、そうそう、それでですね、こちらね、お肉がないスペシャルパスタセット3800円というのもありますね。その場合は3皿、3品揚げになるみたいですね。はい、説明ありますよ。これイマジネーションのテーマ、ラプンツェルの森と、で、前菜がですね、ラップが小さい頃から暮らしてた塔がそびえる森を前菜でイメージしていると。で、初めて草の上に降り立った自由を感じるシーンをハーブが効いたパスタ料理で再現しましたと。なるほどね。前菜が森で、で、のラップが折り立ったあの芝生っていうか、折り立ったあの草の上、あれがパスタと。なるほどね。で、パスタに乗せた黄色の花大夫が、ラップが喜びあふれて駆け回るシーンを思い起こさせますと。はい、花大夫ってあれですね、今グリましたと、髪の毛みたいな細い細麺のなんか麺ですね、パレパレ乾いたような。で、メインディッシュはカカオアクセントにした牛肉のカツレツで、これ面白いよ。旅の途中で出会った、立ち寄った酒場、サナグリーダックリングで出会う荒くれ者たちのワイルドさを感じる一品ですと。なるほどね。荒くれ者のイメージが、で、それがカツレツね。はい、で、デザートがですね、こちらランタンイメージですね。はい、これ楽しみだ。デザートはすごい、本当に一番ラプンツェルっぽいですね。はい、楽しみです。いただきます。はい、前菜届きましたよ。こちらキャストの説明いただきました。聞いてください。赤い大根とこちらの黄色い虹ですねは漬物になっていて、この青い大根は茹でているものになりますね。で、こちらのプロショットですね、こちらがラプンツェルが閉じ込められていた塔をイメージしたものになっていまして、下がケアヌサラダと上にプロシュートが載ってますね。こちらがリンゴとマスタードのジャムになっております。お好みでつけてお召し上がり。はい、とのことですね。これがどうやらラプンツェルの塔をイメージしているとのことですね。なるほどね。はい、ではではいただきます。これがなんかね、ジャムっぽいんですよね。すごい複雑な味がしそうだな。はい、行くよ、いただきます。すごいね、これ甘酸っぱい。こ
これはね食欲そそりますね。漬物なんですけど酸っぱくて美味しいですね。甘酸っぱい、うん、この上のプロシュート、このプロシュートでねこのラップの塔をイメージしてるんですけどもね、面白い。いただくよ。うん、このね雑穀のサラダなんですけど、ちょっともう一回いいですか。なるほどね、このアイガモとモッツァレラと雑穀っていうことで、これはすごいねこのコリコリの歯ごたえがありますね。周りの漬物とマッチしていいですね。いや雑穀がこれなんかマリネっぽいんですよね。うん、これはね難しいね伝えるのが。でもね癖がなくて食べやすいですね。雑穀の周りにあるこのグリーンリーフっていうんですか、ベビーリーフっていうんですか、これもなんかすごいシソが効いてるね。すごいねこれ。いやこれはねすごく草っぽいね、良くも悪くも。ちょっとね緑野菜、緑野菜が苦手な人はこれちょっとこれダメかもしれないね。うん、でも僕は美味しいですよ。この周りもね漬物みたいで美味しいですね。はい、パスタ来ましたよ。パスタ説明いただきました、聞いてください。こちらがシーフードと枝豆のシソ風味のですね、とバジルソースですね、カダイフを添えてでございます。こちらのパスタですね、ソース絡みやすいパスタとなっておりますので、ソースをしっかりとよく絡めてからお召し上がりください。はい、とのことですね。このねトレッチェに関しては特に説明ありませんでしたね。でパスタとソースよく絡めてお召し上がりくださいと。そしてカダイフ、この糸のような、はい、麺ですね、はい、こちらもありますよと説明いただきました。美味しそうだね、いただきます。トレッチェ初めて食べるな、多分トレッチェって。うわ見てこれ、ほら謎のパスタ、すごいね、マカロニとも違ってね。どうなんだろう、いくよ、いただきます。うわすごい、シーフードとバジルで、なんつうの、海苔海苔っていうかシーフードでこの磯の風味がするから海苔みたいですね。すごいパスタ、なんかもちもちブルブルしてんの、これすごいな。え、本当になんかこれね海苔みたいだよ、これすごいな。シーフードと枝豆だもんな。でバジルソースですね。おお、でねシーフードなんでねイカがあるね、今イカがあった。バジル、ハーブ、はい、でシーフードっていう、そういう感じですね。でこのパスタもすごい独特で、なんかコリコリなんですよね。はい、トレッチェは初めて食べますね。確かにこれはね癖があるね。このやっぱりねラプンツェルがねこの草の上をねこう嬉しくてかき回るイメージってね、まあ、分からんでもない、言ってることは。すごくやっぱ緑というかね自然というか野菜の風味がすごいっすね。これはシーフードとかハーブとかね書いてあるんですけども、磯の風味と野菜の風味、緑野菜、緑野菜の風味と半々ですね。これはうん、これはちょっと野心作ですね。オーダーの時ねキャストからパスタは好きなものが選べますよって言われて、これはねパスタ選んだ方がいいと思う、考えてもいいよこれ。僕は結構ね比較的好き嫌いないので何でも美味しく食べれるんですけど、ちょっとこれはね人を選ぶかもしれないね。シーフードが苦手な人、野菜、緑野菜、いわゆるケール、あの青汁の原料になってるやつね、ああいうのが苦手だったらこれはダメですね。僕は緑野菜好きだし、ああいうなんか普通のサラダも好きだし、ケールもまあ別に好きではないけど別に食べれるんですけど、ああいう野菜とかが草っぽく感じて嫌だっていう、苦手っていう人は多分このパスタも苦手かもしれないね。はい、ちゃんと完食してます。じゃあ次は牛肉のカツレツですね。
はい、メインのカツレツが届きました。じゃあキャストの説明聞いてください。そうですね、こちら牛のカツレツが用意してありますね。牛のカツレツの上の黒いものがカカオマスになってあります。で下のですね、アグロドルチェソースですね、こちらもご一緒にお召し上がりください。上のリゾットは紫芋とですね、カブのリゾットでございまして、イエローズッキリとフライパンイメージしておりますブラウンマッシュルームもございますので、ご一緒にお召し上がりください。はい、とのことですね。まさかのこれフライパンイメージとのことです。まさかのフライパン。はい、そしてこれ荒くれ者、つなぐりタックリングで出会った荒くれ者たちのワイルドさを感じる一品とのことですね。苦しいよな、まあ、面白いけどね。はい、いただきます。いや、カツレツ珍しいよね。でも確かになんかイタリアってカツレツイメージありますよね。はい、これ真ん中うまくレアというかミディアムというか赤くなってて、温度調整っていうの、揚げ加減っていうんですか、めっちゃ上手。すごいね、真ん中赤くなっててすごい上手だ、揚げ方が。じゃあいただきます。この下のね、グラッパのアグロドルチェソースナッツ入りと、なるほど、わからん。まあこういうソースがあるんだね。じゃあこちらソース絡めて、はい、こちらね、いただきます。うん、なるほどね。ね、正直僕ね、牛肉のカツレツはね、ウスターソースがもう一択で世界最高に美味しいと思ってるんですよ。もうウスターソース以外はもう認めんぐらい、僕は牛肉のカツレツはもうウスターソース一択なんですけど、これはこれはありだね。ちょっと面白い味がします。いただきよう。これは何て言うんだろう、トマトとも違うしケチャップっぽいんですよね。なるほど、調べました。アグロドルチェ、アグロドルチェってのはなんかね、甘酸っぱいっていう意味だそうです。確かに甘酸っぱいソースがかかってますね。なるほどね。あとはリゾットですね、紫芋のリゾット。ちょっとリゾット行ってみようか。これそういうものでね、今日いただきます。うわ、ほんとだ。え、これはね、ちょっとでもチーズが弱いな。ちょっと味が薄いね。マッシュルームのパルスとカブ、なんだろう、上に何か乗ってるんですよね。リゾットに何か乗ってる。これね、いくよ。何これ、わかんない。これはわからん、謎の野菜で、これフライパンイメージね。おー、マッシュルームだ、パルス、マッシュルームパルスね、これね。あー、美味しい。このビーフのカツはリゾットって一緒に食べると美味しいね。美味しいビーフカツ。この揚げ方が絶妙ですね。温度バッチリだ、さすがですね。いや、このお皿は美味しいね。リゾットはね、ちょっと味が薄いんですけど、もうちょっとチーズのパンチが欲しかったかな。あとね、マッシュルームが美味しかった。まあでもカツも美味しいし ね、カツもいつもウスターソースなんですけども、このね、新しい初体験アグロドルチェソース、はい、これイタリアならではって感じで、はい、なるほど、こういう味もあるんだね。はい、新発見って感じで新鮮でした。美味しかったです。このお皿いいね。はい、デザート届きましたよ。そして謎の小皿も一緒に来ました。じゃあキャストの説明聞いてください。こちらがカシスホイップクリームとパイナップルマリネガトー仕立てでございます。こちら今の言ったのが左側のものですね。こちらですね、ランタンをイメージしておりまして、右側の船のものですね、船のものの左側に持っているのが、こちらガナッシュですね、とオレンジとカシスとカスタードクリームの持っているものでございます。こちらご一緒にお召し上がりください。はい、とのことですね。はい、なのでこの小皿はですね、このラプンツェルのこのデザートのこの周りの縁の器っぽいやつ、これを、はい、この小皿に乗っけてくださいとのことですね。はい、確かにこれはね、ラップとフリンですよねで、これがランタンイメージですね。あのね、言っちゃなんですが、これが一番ラプンツェルっぽいですよね。はい、じゃあ早速ですけど、これ外すか。いかん、これ片手で無理だ、すいません。あー、片手では無理、片手では無理だ、すいません、両手で使います、ごめんなさい。はい、取っちゃいました。取っちゃうともう一気にランタンじゃなくなっちゃいますね。まあ仕方ない、でもこれはこれで美味しそうですよね。はい、いただきます。一緒に紅茶もお出しました。じゃあこちらいきますか。これね、いくよ。おー、美味しい。これはね、カシスホイップクリームとパイナップルマリネのガトー仕立て、甘さ控えめですね。これ今ね、
キャストと話したんですけど、正直ね、これがランタンで一番ラプンツェルっぽいじゃないですか。で、夜だとこのね、テラスの席がね、なんかろうそくとかになって、すごくランタンっぽくなんか雰囲気がするんだって。で、これね、食べ始めて1時間後ぐらいにデザートになるので、要はですね、6時ごろ入るとちょうどこのデザートの時間とですね、ビリーブが重なるんで、このビリーブのね、ラプンツェルの音楽を聴きながらこのデザートがこれ食べれるんですよね。で、そろそろビリーブが流れる時間だな。これ外席でもよかったな。今寒いので、これ夏になったらですね、このセットをうまく調整して6時頃から食べ始めて、デザートの時間にビリーブのラプの音楽が流れる時間と重なって食べるといいかもしれないですね。次はそうします。小舟のチョコレートかな。これね、小舟、おー、これ甘みがい、うん、はい、デザートも完食しました。美味しかったです。はい、リストランテカナレットのですね、シェフズイマジネーションのこのラプンツェルイメージしたこのスペシャルセットを完食しました。美味しかったです。さすがカナレットですね。で、今回4皿あったんですけども、正直言って一番ラプンツェルっぽいのは正直最後のデザートです。それ以外はかなり、正直言いますね、かなりこじつけでちょっと無理があるなと正直思いました。すいません。このまあ前菜はいいんですけど、やっぱパスタですよね。パスタがぶっちゃけこれね、賛否両論だと思います。ちょっとパスタね、美味しいんですけど、シーフードとそれからこの野菜のなんかケールみたいな、すごくこの緑のね、風味が強くて、なんか青のりみたいなね、そういうすごいこう風味がするんですね。バジルよりもさらにその青のり味が強いんですよ。で、これをね、美味しいと思うか、いや、ないやと思うかは、これね、好み分かれると思いますね。で、これパスタ選べるんで、その定番のね、このイカスミのタリオリーニに、このトマトのクリームソースか、あとはまあ定番のやっぱり牛肉ラグーソース、まあ、要はミートソースみたいなのかな、これにするのもまあありかなとも思いましたね。まあでも定番パスタにするんだったら、せっかくなんでこの今回のトレッチャーにした方がいいと思いますね。そしてビリーブ始まりましたすげえビリーブはい、ちょっとビリーブ始まってソワソワしちゃうんで、じゃあ終わらせますね。はい、こんな感じです。なんで美味しかったですね。で、さっきも言いましたけど、これね、18時ぐらいの時間にしとくと、ちょうどデザートの時間にですね、今聞いてる通りね、ビリーブがちょうど流れるので、なので夜の席でね、夜で外の席でビリーブ聞きながらこのラプンツェルのデザートを食べるっていうのは美しいなと思いました。次もし来れたらやってみようと思います。はい、以上、リストランテカナレットのラプンツェルイメージしたシェフズイマジネーションのスペシャルセットの紹介レポートでした。じゃあねー。